芥川龍之介糸女覚書「修林院様細川越中守忠興の夫人修林院殿家屋宗玉大師はその奉仕なり」のお果てなされ候次第のこと。1 石田事務省の乱の年すなわち慶長5年7月10日私父名屋清左衛門大阪玉造りのお屋敷へ参りカナリア十羽修林院様へ献上つかまつり騒楼修林院様はよろず南蛮渡りをお好み遊ばされ騒楼間恩喜び斜めならず私も面目を施し騒楼 もっとも、ご所持のご重器のうちには、偽物も数々これあり、このカナリアほど確かなる品は一つもご所持ござなく候その説、父の申し候は、鈴風の立ち次第、修林院様へおとまを願い、嫁入りいたさせ候べし、とのことにござ候私ももはや、水とせあまり、ご奉公いたしおり候ども 修輪院様は少しもお優しきところこれなく、賢女ぶらるることを第一となされそうらえば、おそばにおりそうらえても、うきたる話などは相ならず、とかく気のつまるばかりにそう,ろう間、父の言葉を聞きしときは、天へも昇る心地いたしそうろう。この日も修輪院様の仰せられそう,ろうは、日本国の女の知恵朝きは横文字の本を読まぬゆえのよし。 来世は必ず南蛮国の大名へお越し入れなさるべしと存じ上げそうろう。211日長魂と申す美国修輪院様へお目通りいたしそうろこの美国はただいま城内へも取り入りなかなか聞け物のよしにうらえども以前は京の糸屋の御家にて 夫を六人も取り替えたるいたずら女とのことにござ候私は長魂の顔さえ見れば虫の走るほど嫌になりそうらえども修理院様はさのみお嫌いも遊ばされず時にはかれこれ後半日もお話し相手になさることこれありその度に私ども奥女中はいずれも何十つかまつり候 これは全く修理院様のお世辞を好まるるためにござそうろ例えば長魂は修理院様に、いつもお美しいことでおりやる、一条どこの殿御の目にも二十歳余りに見えようず、などと、まことしやかに御器量を褒め上げそうろなれども修理院様の御器量は、さのみおんビレイ申すほどにでもこれなく、 琴に御花はちと高すぎそばかすも少々終わりなされそうろうのみならずお年は三十八ゆえ以下に嫁遠めとは申せ二十歳余りにはお見えなさらずそうろう長魂のこの日参りそうろうはないない事務所をより頼まれそうろうよしにて 修林院様の御住まいを城内へ御移し遊ばされそうろうよう、おすすめ申すためにご座そうろう。修輪院様は、ご観光の上、お返事なされそうろうべしと、長魂には御意なされそうらいども、なかなかしかとせるご決心もつきかねそうろうように見上げそうろう。されば長魂の下がりそうろうのちは、マリア様の画像の前に、 およそ一刻に一度ずつは「おらっしょ」と申す恩祈りを一心にお捧げ遊ばされそうろう。何もついでゆえ申し上げそうらいども修理院員様の「おらっしょ」は日本国の言葉にてはこれなくラテンとやら申す南蛮国の言葉のよし私どもの耳にはただ「ノスノス」と聞こえそうろう間 そのおかしさをこらうることひとかたならぬ苦しみにござそうろう。十二日は別に代わりたることもこれなくただ朝より修理員様のご機嫌よろしからざるように見上げ候そうろそうじてご機嫌のよろしからざる時には私どもへはもとより余一郎様忠興の子忠敬の奥様へも おこごとやらおいやみやらおせられそうろ間、誰も皆滅多におそばへは近づかぬことといたしおりそうろう。今日もまた与一郎様の奥様へは、お化粧のあまり濃すぎぬよう、エソポ物語とやらの中の孔雀の話をお引き合いに出され、長々と五段着これあるそうろみよし、なお気の毒に存じ上げそうろこの奥様は、お隣屋敷、 浮田中納言様の奥様の妹子に当たらせられご利発とは少々申しかねそうらえどもご器量はいかなる名作の雛にも劣らぬほどにござそうろ五十三日小笠原小塞川北岩見の両人お台所まで参られそうろ細川家にては男はもとより子供にても 奥へ参ることはかなわざる御家宝に揃う間、表の役人はお台所へ参られ、何事によらず私どもに奥への取り継ぎを頼まれること、久しき習わしと相成りおり候。う。これは皆三歳様、修理院様、お二方の御焼きもちよりおこりしことにて、黒田家の森田兵などにも、 さてこそ不自由なるご家宝も候ものかなと笑われしよしにござ候。なれどもまた裏には裏と申すこともこれありさほど不自由はいたしおらず候。楼。六正妻岩見の両人下摩と申す女房を召し出されこまごまと申され候はこの度急に事務所をより 東へお立ちなされ候ろう大名衆の人質を取られ候ろうよしもっぱら風分つかまつり候らどもいかがつかまつるべく候ろうや修理院様のおぼし召しのほども承りたしとのことにこれあり候。ろうその説下の私に申し候ろうはおるすい役の衆も手ぬるいことでおりやるそのようなことは朝見からおとついのうちに権上されたものを ややれやれお取り次ぎご苦労なとのことにござそろもっともこれは珍しきことにてもこれなくいつも世上の噂などはお留守役の耳よりも私どもの耳へ先に入りそろ細はただ律儀なる老人岩見は武道一片の和役人にそろう間さもあるべき義とは存じそらいどもとかく度重なりそらいは。 私どもをはじめ奥の者は世上に隠れないと申す代わりにお留水居役さえ知っておりやると申すことに相なりおり候ろ七「しもはすなわちその旨を修理員様へ申し上げ候うところ修理員様の行医なされ候うは事務所と三歳様とは金金ねね女か悪しく候ろまま」。 定めし人質の取り始めにはこの方へ参るならん万一さもな季節は竹の波もあるべきかもしまた一番に申し来たりそうらわばご返答いかが遊ばされそうろうべきや詳細い見の両人分別いたしそうろうようにとのことにござそうろう。 小斎岩見の両人も分別致しか、ね、そうらえばこそ行為をも伺いし次第にそうらえば修理院様の恩言葉は見当違いにはござうらえどもしももご主人のご意向には語れずその通り両人へ申し渡しうろうしものお台所へ下がり葬ろうのち修理院様はまたマリア様の画像の前にノスノスを大人へ遊ばされ 梅と申す新参の女房を思わず笑い出しそうらえばもってのほかのことなりとさんざんご折棺を被りそうろう八正妻石見の両人は修理院様の御意を伺いいずれも当枠つかまつりそうらえどもやがて下に申されそうろうは事務所をより右の次第を申しきたりそうろうとも 与一郎様与五郎様のお二方は東へお立ちなされたり内貴様もまたただいまは江戸人質にご座そうろう間人質にいでそうらわん人と当お屋敷には一人も来れなくそうらえば所詮は出し申すことなるまじくと返答をつかまつるべしなおまた是非ともと申しそうらわば田辺の城へ申しつかわし 勇才様より御指図を仰ぎ候うままそれまで町総来と挨拶つかまつるべしこの儀はいかが候うべきと申され候ろう修輪院様の仰せには分別致し候うようにと申し渡され候来ども昭才岩見両輪の言葉に毛筋ほどの分別もこれあり候ろうやまず老口の侍とは申さず 人並みの分別ある侍ならばたとえ田辺の城へなりとも修理院様をお落とし申しその次にはまた私どもにも思い思いに姿を隠させ最後に両人のお留守役だけ覚悟つかまつるべき場合にござそうろうしかるに人質にいでそうらわん人一人もこれなくそうらえば出し申すことなるまじくなどとは一も二もなき喧嘩越しにて 蕎麦杖を打たれる私どもこそ迷惑千番に存じ候ろう。9下はまた右の次第を修理員様へ申し上げ候ろうところ修理員様はお返事も遊ばされずただお口のうちにの「のすのす」とのみ大人へなされおりうらいどもようやくさりげなき御景色に直られ。 一段叱るべしと御意なされそうろう。いかさままだお留すい役より大落とし立てつらんとも申されぬうちに落とせと恐られそうろうわけには参り金総楼ぎゆえ定めし御心中には正妻岩見の無分別なる申し状をお恨み遊ばされしことと存じ上げそうろう。勝はご機嫌もこの時より引き続き甚ははだよろしからず。 ことごとに私どもお叱りなされまたお叱りなされる度にエソポ物語とやらをお読み聞かせくだされ誰「彼はこの蛙ず彼はこの狼などと仰せられ揃う間みな人質に参るよりも何重なる思いをいたし候う。ことに私はカタツムリにもカラスにも豚にもカメノコにもシュロにも犬にもマムシにも の牛にも病人にも二回酔い騒ろうよし悔しきおこごとを被り騒ろうこと松代までも忘れがたく騒ろう十十四日にはまた長魂参り人質の義を申し出し騒ろう修輪院様御医なされ騒ろは三歳様のお許しこれなきうちは いかようのことそうらえとも人質に入れそうろう儀には同心つかまつるまじくと仰せられうろうしかれば長今申しうろうはなるほど三歳様のご意見をおもんぜられうろうこと最も賢女にはうろうべしなれどもこれは細川家の恩大事につきたとえ城内へはおいでなされずとも お隣屋敷・浮田中納言様までいらせらるべきか浮田中納言様の奥様は与一郎様と御姉妹の間柄ゆえその分のことは三歳様にもよもや御咎めなされまじくさよう遊ばされそうらえとのことにござそうろ長今は私大嫌いのたぬきばにはそうらえども長今の申しそうろうことは一理ありと存じそうろう お隣屋敷・浮田中納言様へお移り遊ばされそうらは第一に世間の名門もよろしく第二に私どもの命も無事にてこの上の妙案はこれあるマジック遭老」。十一しかるに修理院様御意なされ遭老はいかにも浮田中納言殿は御一門のうちには将来どもこれも事務所と一味のよし。 金金、ね、受けたまわり及び揃う間、それまで参り候らえても、人質は人質に候ろうまま、同心致しがたく、と仰せられ候ろう。長魂はなおも押し返し、いろいろ口説き立て候らえども、一向に御昇がそばされず、ついに長魂の妙案も、水の泡と消え果てもしうろう。その説もまた、修理院様は、 孔子とやらエソポとやら橘姫とやらキリストとやら和漢はもとより南蛮国の物語さえも王石化されさすがの長魂も五能弁にはしみじみ恐れ入りしように見受けそうろう。この日の大間が時下はお庭前の松の小へ金色の十字架の天下る様を 夢のように眺めそうろうよしいかなる教持の前兆にやと悲しげに私へ話し申しそうろうもっともしもは近めの上日頃皆みな,みなになぶられる臆病者にござそうろう間明星を十字架とも見違えそうろうやおぼつかなき限りと存じそうろう。 十五日にもまた長魂参り、昨日と同じことを申し上げ総楼うう。修理院様御意なされ総楼ううは、たとえ何度申され総楼ううとも覚悟は変わるまじと仰せられ総ううし叱れば長魂も立腹いたし総楼や、御前を退き総楼を握り、御心痛のほどもさぞかしでおじゃろう。どうやらお顔も終あ余りに見えると申し総楼うう。 衆輪院様にも一方ならずご立腹遊ばされ以後は長魂に目通り無用と達しうらえと仰せられ騒楼なおまたこの日も一刻おきにおらっしょを大人へ遊ばされうらへども内償にてのお掛け合いもいよいよ手切れと相なり騒み間皆皆安き心もなく梅さえ笑わずに控えおり騒楼重視 この日はまた、河北岩見、稲富伊賀と口論いたされ候うよし。伊賀は法術の上手につき、他家にも弟子の衆少なからず、何かと評判よろしく候うまま、詳細岩見などは寝たきことに思われ、とかく口論もいたされがちとのことにござ候う。十五、この日の夜半、下は夢に売ってのかかるおみ。 肝を冷やしろうよし、大声に何か呼ばわりながら、お廊かを四五軒走り回りろう。十六。十六日身の刻ごろ、少佐岩見の両人、再び下に申されろうは、ただいま事務所を偏り、表向きの使い参り、是非とも修林院様を恩渡し騒楼。 もし御私相らわずば押しかけて取り相らわんと申し相ろう間さりとはわがままなる申し状も相ろうものかなこの上は我ら腹を切り相ろうとも御私つかまつるまじくと申しつかわし相ろうしかれば修理院員様にもご覚悟遊ばされたくとのことにこれあり相ろうその説 あいにく正妻は抜け場を患われおり候うまま石見に口上を頼まれ候うよしまた石見は立腹のあまり志をも打ち果たすかと見えられ候うよしいずれも志の物語にござ候。う。十七修理院様は志より死祭を聞こしめされ直ちに与一郎様の奥様とお内談に相なり候。う。 後に承りそうらえば陽一郎様の奥様にもご生涯をおすすめにあいなりうろうよしなんともおいたわしく存じ上げ騒ろう。そうじてこの度の大変はやむを得ぬ死儀とは申しながら第一にはお留守役の無分別よりとを破り第二にはまた修理院様ご自身のお貴重よりご最後を早められうろうも同然の儀にござうろう。 しかるに、陽一郎様の奥様にも、ご生涯をおすすめ遊ばされそうろう上は、私どもにさえお供をつかまつるよう、御意なされそうろうやもはかりがたく、いよいよ迷惑に存じおりそうろうところ、みなみな御前へ召されそうろう間、いかなる仰せをこむることかと、人方ならず暗示申しそうろう。十八。 やがて御前へ参りそうらえば、修理院様、御意なされそうろうは、いよいよ腹いそと申す極楽へ参りそうらわん時節も近づき、一段喜ばしく揃ろう、と仰せられそうろう。なれども御顔の色は青ざめ、お声もやや震えおられそうろう間、もとよりこれは御偽りと存じ上げそうろう。修理院様、また御意なされそうろうは、 ただ読みじのわりとなるはその方どもの未来なり、その方どもは心得らしく、キリシタンの御宗門にも帰えし奉らずそうまま、未来はインヘルノと申す地獄に落ち、悪魔の餌食ともなり果てそうべし。ついては今日より心を改め、天主の恩教えを守らせそうらえ。もしまたさもなくそうらわば、 南みな障み害の友をつかまつり、我らと共に江戸を去りそうらえ。その説は、我らよりアルカンジョへ頼み、アルカンジョよりまた恩主エス・キリストへ頼み立てまつり、一同に払いその将軍を廃止相撲べし、と仰せられ候撲。しかれば私どもは官類にむせび、南みな,みな即座にキリシタンの御宗門に帰へ仕立てまつる旨、 同恩に申し上げうろう間修理院様にはご機嫌よろしくこれにて読字の触りもこれなく安堵いたしそうろうまま友は無用と御意なされうろう十9なおまた修理院様は三妻様与一郎様へお書き置きをなされ二通とも下へお渡し遊ばされうろうその後 今日のグレゴリアと申すバテレンへも何やら横文字のお書き置きをなされこれは私へお渡し遊ばされそうろうこの横文字のお書き置きは五六行にはそうらえども修理員様のお書き遊ばされそうろえど一刻余りもおかかりなされそうろえもこいで言え申し上げレゴリそうらえどもこのお書き置きをグレゴリアへ渡しそうらせず日本人のイルマン一人 厳かに申し候楼は総じて自害はキリシタン宗門の禁ずるところにござあい間修輪院様もい磯へはお上り遊ばされることかなうまじく騒楼ただしミサと申す祈祷を奉られ騒楼はその功徳広大にして握手を免れさせ候べしもしミサを修せられ騒楼湾には銀一枚 賜りそうらえ、とのことにござそうろう。二十。うってのかかりろうは猪くごろと存じそろう。お屋敷の表は川北岩見預かり。裏の御門は稲富伊賀預かり。奥は小笠原正あ預かりと定まりおりそう。撲。敵よすると承りそうらえば、 修理院様は梅を使わされ、与一郎様の奥様をお召し遊ばされそうらえども、はや伊豆藻へおうちなされそうろうや、お部屋はもぬけの殻と相なりおりそうろうよし、私ども南な、恩喜び申し上げそうろう。なれども修理院様には恩憤り少なからず、私どもに御意なされそうろうは、 生まれては山崎の合戦に太閤殿下と天下を争われし、これ等将軍光秀を父と頼み、死しては腹磯に追わしますマリア様を母と頼まん我らに、末後の知辱を与えそうろうこと、返す返すも機械なる平大名の娘と仰せられそうろう。その説の恩ありの発たなさ、今も目に見ゆる心地いたしそうろう。 二十一ほどなく小笠原正斎今師の具足に粉ぎなたを引っさげお次まで御解釈に参られ候露いまだ抜け場の痛み甚だしく候露よし左のほ先腫れ上がられ武者ぶりもいささかはかなげに見受け候露正斎申され候は お今の敷居を越えそうらわんもう恐れ多く揃う間敷居越しにご解釈つかまつりおいばらきらんとのことにござ揃うろご先祖見届けの役はしもと私とに定まりおりそうらえばこの頃には南な伊豆越へか落ちうせ私どもばかり残りおり揃う修理院様は詳細をご老ぜられ解釈大義とおせられ揃うろ 細川家へおこし入れ遊ばされ候以来、ご夫婦、ご紳士の方々は格別に騒来ども、男の顔をご覧遊ばされ候楼は、今日、この詳細をはじめといたされ候楼よし、後に、しもより受けたまわりを呼び候。楼。詳細はお次に両手をつかれ、ご最後の時、参り候と申し上げ候。 もっとも片方晴れ上がられおりそうらえば、言舌も甚ははだ定かならず、修理院様にもご当枠遊ばされ、大声に申しそうらえ、と御意なされそうろ二う22、その時、誰やら若き衆一人、萌木糸の愚足に王たちを下げ、お次へ駆けつけ相撲ううや稲や、稲富伊賀、逆進つかまつり、 敵は裏門よりなだれ入り候を間、速やかにご覚悟なされたくと申されそうろ修理院様は右の御手にお串をキリキリと巻き上げられ、お覚悟の手に見上げそうらえども、若き衆の姿をご覧遊ばされ、恥ずかしとおぼしめされそうろや、たちまち御顔を耳の根まで赤々とお染め遊ばされそうろ私、一生にこの時ほど、 衆輪院様のご器量を大美しく存じ上げ候ろうこと一度も覚え申さず騒ろう。私どもの御門を入れ候ろう説はもはやお屋敷に火の手上がり御門の外にも人々大勢火の光の中に集まりおり候ろう。もっともこれは敵にてはこれなく。 家事を見に集まりたる人々のよしまた敵は伊賀を引き連れ御祭後以前に引き上げ候よしいずれも後に受けたまわり申し候まずは修林院様お果てなされ候次第のことあらあら申し上げたる通りに御座候